緊急新情報のコーナーでございます。緊急新情報、すでにネット上の方でティザーサイトが公開されてますけども、うん、ファンタシースターシリーズ30周年記念作品としてイドラファンタシースターサーガという作品を発表いたしました、うん、はい、PSO2 ステーションをご覧の皆さんにもこのタイトルを知っていただきたいということで、メインスタッフである2人を、はい、ご紹介したいと思います、はい、ということで早速ご登場していただきましょう。プロデューサーの田中俊太郎さん、そしてディレクターの陳智正さんです、うん、どうぞ。いらっしゃいませ。どうもようこそ。お願いします。ありがとうございます。どうぞどうぞこちらへ。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、タナピーとチンディーですね。本当だ、タナピー、チンディーさんお久しぶりです。タナディーさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、ということで、うん、ではお二人に、ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、はじめまして、新しいタイトルのプロデューサーの田中と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お久しぶりです、ディレクターのチンです。今日もたくさん情報持ってきました。よろしくお願いいたします。お願いします。チンディーさん、よろしくお願いします。はい、では早速ですけれども、うん、PV をですねご用意いたしましたので、ご覧ください。よろしくお願いします。そう、かつてこの世界は恐るべき祭神によって一度滅ぼされたといいます。いろいろ大変そうだけど隊長として頑張っていくよ。これは予兆です。予兆？はい、近づきつつある大いなる災いの、世界を滅ぼしたその祭神の名はダークファルス。受付中。はい、イドラ、綺麗、画面すごい綺麗ですね。はい、ありがとうございます。ねえ、スマホとしてはかなり高いグラフィックのレベルね。え、滑らそうだし、ね、色合いも素敵、うん、はい、はい、では改めて、作品の内容を説明させていただきます、うん、スライドお願いします、新たな作品のタイトルはイドラファンタシースターサーガ、スマートフォン用の RPG として、アニバーサリーイヤーである2018年中にサービス開始を予定しております、うん、次のスライドお願いします。はい、自己紹介が遅れましたが、プロデューサーと、脚本世界観作成を担当している、田中です。これまではですね、セガサターンの桜大戦の立ち上げ、はい、最初の桜大戦ですね、はい、であるとか、あとはですね、脚本世界観を担当したところでは戦場のバルキリア、あとリターナルアルカリアといったタイトルを、やってまいりました。はい、はい、本作のディレクターの陳です。はい、PS2S でもディレクションを担当しておりましたが、現在ではこのイドラの、ディレクターを担当しております。もう陳さん、その PS2S のディレクターされてないんですか？はい、そこはですね、実は今シニアディレクターとしてですね、監修的な立場として関わっていますね。はい、もともとですね、このイドラは、はい、まあ、シリーズ30周年記念作品ということで、はいはい、2年前に、まあ、私とチンで共同でですね、企画書を書きまして、はいはい、まあ、それをコンペに出して、はい、まあ、採用されたは、はい、そういう経緯で始まりました。ね、まあ、ということでですね、まあ、チンはそこをやっぱりやってもらおうということで、まあ、その時点から1年かけまして、チンはですね、公認のディレクターの方に時間をかけて引き継ぎをしてまいりました。実はこの1年ですね、公認のディレクターがまあディレクションを行ってはいたんですけど、はい、まあ、着実にアップデートや新規コンテンツの方は実装していただきました。で、自分の方は現場のディレクションから離れてはしまうんですけど、はい、今後シニアディレクターとして監視は続けていきますのと、あと自分の思いをもうしっかり引き、受け継いだスタッフが今もいますので、PS2S に関しては引き続き
まあ、この後もまたシーズン3だったりとか新しいアップデートコンテンツもありますので、うん、ぜひこちら続いていきますので、うん、ご心配なくというところで、はい、ありがとうございます、はい、で本作のですねアートディレクターなんですけども、うん、PSO2 のアートのメンバーだったムツーラが担当しています。もともとクーナなどのですねキャラクター担当をデザインしたメンバーで、うん、まあ、本作の、先ほど見ていただいた、ステラやユリを、描いている、ことになります。うん、はい、なおですねムツーラもともとは、PSO2 のスタッフだったんですけども、このイドラはですね PSO2 の開発ラインとは別のチームで開発してます。もともとやっぱり PC やコンシューマーのゲームとスマートフォンってやっぱり開発ラインノウハウも全然違うので、うん、開発ラインも別になってます。ですので、イドラの開発によって PSO2 に開発に影響が出るとか遅れちゃうということはありませんのでご安心いただきたいと思います。はい、ではですね改めましてここからイドラのゲーム内容をディレクターのチンの方から説明したいと思います。はい、はい、では続いてスライドお願いいたします。はい、イドラの戦闘はですねシリーズの原点に回帰したコマンド RPG となっております。こちらの画像にあるようなそこでラッピーがいたりするところですね。はい、でこちらなんですが PV で見ていただいた通りもう細部まで描き込まれたキャラクターがもう滑らかに動いて派手に動き回るという綺麗、はい、めっちゃ細かいですね。スマートフォンでも最高レベルの戦闘シーンを実現目指しておりますのでこちら楽しみにしていただければと思っております。はい、すでにですねスマートフォンでは PSO2S が、サービスしてるんですがこちらは、まあ、アクション RPG ということでどうせサービスするならばそれとは違うスタイルのまあ、コマンド RPG という形で遊んでもらおうというように考えております。はい、では次のスライドお願いいたします。出た、はい、タイトルにもなっている、イドラなんですけれどもこれはダークファルスの眷属とされる、まあ、巨大な生物です。強そう、はい、イドラにもいろんな種類がいましてこの画面のイドラ強そうなんですけどまだ序の口、はい、序の口で、ね、この方でですか、はい、そうですね、序の口の牙じゃないですよ。いやボスですよボス、はい、お前はい、他にもイドラたくさんいますのでこちらは、はい、これから見ていただけますと、はい、そもそもですねこの物語の舞台は、PSO2 のオラクルとは全く別の剣と魔法が、まあ、支配するファンタジー世界となっています。まあ、これもですね RPG の原点回帰というところを意識しております。ただ、そこはですねシリーズ作品ですので、まあ、PSO2 の世界とは、何らかのつながりがあると、ぜひですねゲームをプレイして、それを確かめてほしいなと思っています。はい、そしてですね、最終決戦は、シリーズお約束のダークワルスとの戦いが待っております。まあ、このイドラでですねどういうダークワルスが登場するのか、楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、では次のスライドお願いします。はい、ではキャラクターの方ですねこちら本日は2人だけ紹介させていただきたいと思っております。かわいい、はい、まずはヒロインのステラですね、うん、はい、こちらは声優は藤田茜さんが担当されています。茜ちゃん、はい、イドラと戦うですね白陽騎士団という騎士団を率いている闘士なんですけども普段はですねなぜか鉄仮面をかぶっていると、右画面の画面にあるようにでもかっこいい仮面をかぶってるんですけども、はい、仮面をかぶってる時と脱いだ時だと、はい、性格が表現する。なるほど、はい、なんという二度おいしい、はい、二度おいしいです、うん、本当に、ね、二度おいしいですよこんなに可愛いのに、はい、でどうしてそんな不思議な性格になってしまったのかというのも、うん、物語の中で明かされているので、こちらもぜひプレイして確かめてみてください。ステラに関してはですね一言言いますとギャップがすごいあるというところが特徴的です。はい、やっぱり性格もですね仮面がある時とない時で、まあ、違っていたりとか、はい、服装のも見ていただくと分かるんですけど、はい、上と下とでかなりのギャップがあります、ね。どういうこと、ね、どういうこと、どういうこと、上と下とでかなりギャップ、そこから先ちょっと皆さんの、はい、上は厚着で下は、うん、そういうことです。なるほど、そこにちょっとチンディーテイストが入ってますね。そこはあのアートディレクターのムツーラの方がもうバッチリとリハーサルの時にいいこと言いますってそれバレた、バレでした、バレた、恥ずかしいですよ。はい、じゃあ次に行きますね。はい、次です。はい、はい、次お願いします。続いてお願いいたします。爽やかな、はい、あらイケメン、はい、次にはですね本作の主人公のユリですね、はい、こちら、はい、声優は増田俊樹さんです。はい、船乗りとして育った明るくおおらかな少年というところでですね、なぜか
マグっぽいの。いやこれコメントでもね、はい、あれこれマグって気にされてるけども、確かになんでその剣と魔法の世界に、はい、マグがいるのかと、はい、まあ、これもどういうことなのかぜひ、物語の方で確かめていただきたいと思います、気になります。気になる、はい、うん、ユリに関しても一言ちょっとまとめます、はい、あ、これは、はい、チンディさんポイント、まあ、ユリのやっぱいいとことしては包容力ですね。包容力、わー、好き、あら、女性が剣とくれやつ、何でも包み込んでくれるような実はおおらかな包容力がある。あら、こスワッチ好きなの、はい、いや、男性包容力って本当に素敵だと思いますよ。本当ですか、はい、私はそう思います。ちょっと押すんで静かにしてもらって、はい、もう疲れた体にはもうユリーが染み渡るみたいなので、はい、見ていただければと思います。染み渡る、染み渡ります、まあ、そういう主人公になっています。はい、はい、ではですね、そんなイドラですけれども、はい、次のスライドお願いします、はい、本日より事前登録を、受付を開始しております、事前登録10万人を突破しますと最高レアリティの星5のクーナが、もらえるというところで、これは欲しい。実はですね、まあ、この放送をいただいている皆さんへの特別情報といたしまして、はい、イドラの中でのクーナの PV を用意してきましたので、ぜひご覧ください。私がこの世界に飛んできた理由はわからない。でも私を待ってくれている人がいるならきっと頑張れる。明るく激しく鮮烈に応援よろしくね。張り切っていこう。いいですね。はい、いかがでしたでしょうか。いやすごい、なんか、なんか楽器で、ね、奏でてましたね、音符で攻撃してました、うん、まあ、あのリュートという武器なんですけど、まあ、それを使って戦うという設定になっております。はい、なぜですねこのクーナがこの世界にいるのかと、そういうあたりもですね、お話の中で、垣間見えてくるかなと思いますので、そのあたりも楽しみにしていただければと思います。はい、はい、さらにですね、 PSO2 をプレイしている皆様にはですね、セガ ID でイドラに事前登録していただけますと、SG100 獲得チケットとですね、覇者の紋章100個、こちらをプレゼントしていただきますので、大盤振る舞いで、本当だ、ぜひ事前登録してみてください。だって SG100 で僕らが長時間放送でそこそこ頑張らないと取れへんやん、ね、結構クリアしていかんともらえないわけですから、それだけ多いやつなんだ、はい、ね、大盤振る舞いで、はい、木村にお願いして出してもらうことにしました。はい、渋々な、はい、渋々な。では次のスライドお願いします。はい、それとですね、本日よりイドラのティザーサイトがオープンしております、うん、さらにですね、スカさん、描くところの作画による公式ウェブコミック、サクッとゆるイドラもですね、来週7月31日から毎週更新でお届けする予定です。漫画とですね、ゲーム情報をセットで、ご紹介しますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。はい、では次のスライドお願いします。さらにですね、8月27日にイドラの単独生放送が決定いたしました。おー、はい、すごい、すごいすごい、うん、今日はですね、やっぱり時間も限られているんですけども、この放送ではたっぷりとゲーム内やキャラクター、世界観の情報をお届けします、今日はね、本当にほんの一部しか紹介できませんでしたので、ぜひこちらを見ていただいてイドラのことを知っていただきたいと思います、はい、いや、なんかでももう今聞いただけでもこれがほんの一部ってことは、ほんの一部、本当にもう、もう楽しみなことが、はい、もうこれからだ、いろんな新情報が解禁されていくということで、皆さんぜひ、だって生放送も決定したということで、ぜひ皆さんのお楽しみにしていてください。はい、はいはい、じゃあ、あの最後にですね、酒井さん、そして田中さん、チンディさんにそれぞれコメントをいただきたいと思います。では酒井さんからお願いします。はい、今回はですね、シリーズプロデューサーとして、まあ、監修的な立場でちょっと関わってはいますけども、基本的には田中プロデューサーとね、チンディお任せしてやっております。で、まあ、今回ですね、あの新しいものを作ろうというのは30周年ということで、やっぱり新たなシリーズの展開として、まあ、原点回帰して、よりたくさんの方にね、ファンタシースターを知ってもらう足がかりになればと思って開発をしております。今回出てませんけども、非常に意欲的ないろんなシステムを取り入れている、面白いタイトルになっていると思いますので、ぜひぜひ期待していただければと思います。
はい、ありがとうございます。では続いてチンディさんお願いします。はい、そうですね、自分がちょっと本作に関わる背景とかもしっかりお伝えできればなと思ってまして、自分実はあの PSO2S の前は PSO2 に実はいた時期もありまして、うん、こちらでやっぱりそのまあ、ベータテストで、まあ、皆さんロビーに集まる姿だったりとか、うん、サービスイン直後にですね、まあ、ザ・ウーダの討伐とかで、まあ、知らない人とばったり会って、うん、コミュニケーションとる姿だったりとか、やっぱオンラインの世界すごくいいなというところを体感しまして、うん、でこういったすごい、まあ、素晴らしいファンタシスタの世界があるというところを、まあ、より多くの人に届けたいと思って、まあ、PSOSS やっていって、うん、また今回イドラというところに携わらせていただいてます、うん、ですのでちょっとこのイドラまだ、まあ、これからどんなものが出てくるか皆さん分からないところもあると思うんですが、こちらのイドラを通してよりあのたくさんの人にですねファンタシスタ知ってもらいたいと思っておりますので、うん、ぜひあのファンタシスタ知らない人も知っている方も手に取ってもらえるような素晴らしいものを作っていきたいと思いますので、ぜひこれからもお楽しみにしていただければと思います。はい、ありがとうございます。では最後に田中さんよろしくお願いします。はい、私ですねちょうどセガに入って今年で25年目おー25年だ、すごい、ね、まあもうすっかり同期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 さんと同期、はい、ちら同期わー、はい、まあそういうすっかりもう古株でくたびれたおっさん二人なんですけど、いやいやいや、そんなそんな、まあでもその25年経った僕がですね入る前それこそ30周年ということで、まあそれだけ長い歴史のあるシリーズに携われてらせてもらうことになったということで、まあ身が引き締まる思いもありますし、まあシリーズに敬意を表して取り組んでいきたいと思ってます。ただですね、まあそこは新しく、このタイトル遊んでいただくような、方、あと PSO2、もですねたくさん遊んでいただいているようなお客様にも楽しんでいただけるように、自分が今までたくさん RPG も作ってきたんですけど、そういう自分のノウハウをしっかり、注ぎ込んでいい作品にしていきたいと思っております。どうかご期待してお待ちいただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、ということで緊急新情報イドラファンタシスターサーガ発表のコーナーでした。うん、田中さんそしてチンディさん本当にありがとうございました。